m t ルブはソビエト連邦で開発された汎用装置走行車両である。m t l b 装置式汎用装甲車の拡大型として開発された車両で、天輪を一組増やし片側七輪として、全長と全高を拡大し、重量の増加に合わせて、より強力なエンジンを搭載した車両である。車内配置等の構成は、m t l b と同一だが、重灯は装備していない。 車高が拡大したことにより、車内の容積が大幅に拡大している。元来は、中型化砲建員車及び、物資、人員運搬車として、開発、設計された MTLB が、使用用途が広がるにつれて、各種電子装備の搭載車両や、野戦式車としても活用されたことに鑑み、より、それらの目的に適した車両として開発されたもので、主に対空。 対地レーダーや通信中継装置、電子戦装置の搭載車として、またそれら野戦電子システムの指揮車両として用いられている。ただし、MTLB と比べて、より貨物もしくは機器の搭載に適した設計とされており、後部兵員、貨物室の標準状態での座席数は MTLB よりも少ない。ありがとうございます。